いレースをしている4番の丸岡大輔です。そして3番手争いは7番の岩田が内を救うか、3番の吉松との争い、7番の岩田がここ内を差しまして3番手に上がってまいりました。先頭は4番の丸岡大輔、先頭チェッカーフラッグ、しかし7番の斉藤哲司が先頭で2写真のリード。そして2番手4番の小原、3番手3番の中野、先頭は7番の斉藤チェッカーフラッグ。さあ3コーナーどうか、外から行けるかどうか、畑野理沙先頭だ、畑野先頭、内を救って7番の佐藤どうだ、ゴール際ない、外から若い、行けるか、7番の佐藤先頭、切り返しを狙うか、そのままか、7番の佐藤雄二先頭、チェッカーフラッグ。先頭は8番の池田正和、リードがある、4コーナー立ち上がる、先頭だ、8番の池田、先頭チェッカーフラッグ。先頭4番の山岩慎介、リードがあります、2番手8番の永井大輔、もう前は捉えるのは難しい、4番の山岩慎介、先頭チェッカーフラッグ。3番手争い大接戦だ、6番の阿部がわずかに前か、8番の佐藤も来ているが、先頭は7番の五十嵐和斗、先頭チェッカーフラッグ。8番の中村、もう1回バックストレッチ、かわしに行った、昨日と同じだ。8番の中村、2番手6番の黒岩、その後1番の相馬が続いている、3番の浅沼、4番手の1、中村正人、先頭チェッカーフラッグ。日も暮れております。川口オート12レース優勝戦、週刊実馬杯結びの一番を迎えます。今年最後の普通開催川口オート、次回はスーパースターフェスタです。ハンデゼロ初 V なるか、片野理沙、10戦からは真中大輔、山際慎介、そして20メートルは五十嵐和夫、斉藤哲司、佐藤雄二、池田正和、大里、中村正人、以上の8人の選手です。一番人気は昨日急上昇を見せた山際慎介です。週刊実話杯優勝戦の発走でございます。5秒を切ります。3秒前、週刊実話杯優勝戦スタートしました。今度は決まっています。さあ10メートル、インコースから真中、そして最終班は池田がいいスタートを切っていますが、6番の佐藤雄二がギリギリいっぱい先手を取りました。若干滑りました。外から池田正勝、抵抗する佐藤雄二、中村は6番手、五十嵐は7番手、最後方から斉藤という体勢になりました。
1番の片野を追いまして、さあ早めに真中が行く。真中が一気に先頭に立ちました。先頭は2番の真中大輔に変わっています。さらには1番人気の山際、ただ池田と中村、さあスーパースタートライアル組の動きが早い。もう中村が4番手3番手に上がりました。残りは4周回、真中が先頭です。山際2番手、しかし中村この位置では負けられない。さあバックストレッチ、山際のインコースに中村の差しが入ってまいりました。殿下の宝刀を抜いた中村雅人が2番手に上がっている。池田正和が4番手、残りは3周回、真中の頑張り、ちょっと相手が悪いか。さあ追い上げの迫力は満点です。中村雅人がこのバックスレッジ側で力強く先頭に上がっていきました。先頭は中村雅人であります。連勝街道爆心、残り2周、中村雅人が先頭です。本当に強い姿がもよみがえってまいりました。2番手に山中、3番手池田正勝、4番手に山際慎介という体制になっています。4コーナーを立ち上がりまして、中村雅人が先頭、ブルーフラッグ、ラスト1周回、前節も優勝を飾りました。そして今回も負けなしでこの優勝戦3連勝の完全 V で締めくくりということになります。年末スーパースターへ最高の弾みをつけた中村。日の打ちどころないレース内容でした。中村雅人、真中も健闘していましたが相手が悪かったのかもしれません。中村、真中、さらには池田正勝と入った12レースの優勝戦、大前自弱、慌てない中村雅人、しっかりとした足跡で優勝への足跡を歩んでまいりました。これで連続 V ということになりました。中村雅人、連勝街道爆進中。ありがとうございます。おめでとうございます。いいよ。マジかっこいいよ。なんか早い人みたいだよ。なんかそう。なんか SG 取った人っぽい。ねえ。うん、おはよう。はい。はい、チーズ。もう一枚いきます。はい、チーズ。ありがとうございます。でも板橋さん、はい、今日の中村選手のあの感じは、ええ、いい時の姿じゃないですか。そうですね、かなり仕上がりました ね、 ね、はい、いや久々に仕上がった感のある中村選手でした ね、 あの人を抜く時のスムーズさというか立ち上がりが早いですね、いやこれでまたね地元に戻ってきてもらいたいです ね、 そうですね。さあこれからウィニングランとなります、はい、この新車も良さそうですね。ハンズ号、はいはい、2節乗ってますけど両方とも優勝ですからね。そうですね、なんかあの乗りにくいって話ね今節してましたよね、フレーム変えてまた戻したりとかしてましたけど、まあ、全然そういうの感じさせなかったです ね、 ですね今日の走りは、うん、力強さがありましたね、これが通算54回目の優勝です。何かその大一番に向けてこうリズムを作っている感じがありますね。着々と仕上がってきたような、ね、感じですね、まあ、あの完全にこう鈴木圭一郎選手に押されていた、ね、この 1,2 年なんですけど、そうです ね、 ね、中村雅人選手が仕上がればそう簡単に負けないでしょうね、ものがありますから ね、 この後中村選手は12月21日からの浜松開催を走って地元に戻ってきます、でも地元でこれだけ動くと中途半端に外に行きたくないとかそういうことないですか ね、 そうですね、やっぱりここで合ってますからね、あれですか、あのスーパースターで使用するタイヤっていうのも配布済みなんですが、それをやっぱりこうリムに、ね、入れなきゃいけないんですが、それはちょっと浜松には持って行きたくないみたいな話をしてたんですよ ね、 やっぱりその輸送だけでもちょっと変わったりするんで、はいはい、ね、ここ川口で強い姿また見たいですね、はい、年末が楽しみですね。地元連続優勝、そして今節負けなしの完全優勝となりました。おめでとうございます。ありがとうございます。今の率直なお気持ち聞かせてください。
いやもう本当に、はい、出来すぎだと思ってるんで、はい、嬉しいです。もうまさに素晴らしいレース内容だったと思うんですけれども、スタートから振り返っていかがでしょうか。まあそうですね、ままだったと思います、スタートも、はい、残り2周を残してトップに立ちました。その時の心境というのはいかがだったんでしょうか。そうですね、先頭立ってからちょっと、少しタイヤが滑り出してたんで、感触は、追うまでの方が良かったんですけど、はい、それでも良、かったと思います。中村選手、新車に乗り換えてからかなりいい状態が続いているように思えるんですが、ご自身でいかがですか。そうですね、はい、本当に乗り換えてから、はい、いいので、はい、新車様々ですね、はい。今日はゴールした瞬間の気持ちいかがだったんでしょう。いや、そうですね、はい、前回に変わらず、嬉しかったですね。強い中村選手が戻ってきたと言ってもよろしいでしょうか。どうですかね、はい。年末には、ね、スーパースターも控えています。弾みはつきましたでしょうか。まあそうですね、はい、でももう一節、挟むんで、はい、気を引き締めて走りたいと思います。それでは最後に皆様に一言お願いいたします。はい、遅くまでありがとうございます。そうですね、年末に向けて、去年よりは順調かなとは思いますけども、年末どうにか勝てるように頑張りますので、応援のよろしくお願いします。